新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、政府が5人以上の会食を控えるよう呼びかける中、橋本聖子五輪担当省が17日夜に東京都内で6人で会食していたことが明らかになりました。橋本氏は24日、東京都内で取材に応じ、事実関係を認め、しっかりと対応しなくてはいけなかったと陳謝しました。 橋本氏などによると17日夜に都内の寿司店で知人5人と飲酒を伴う会食をしました店を借り切って2人組と3人組の2グループと順に会食する予定でしたが一時的に時間帯が重なり6人となったそうです橋本氏は仕事上で意見交換している知人との会食で感染症対策はしっかりと講じていた と釈明しつつ、一時的だったとしても、時間が重なってしまったことはいけなかった。今後は、極力懇談は避けていきたい。と述べました。政府は、感染リスクが高まるとして、5人以上の会食を控えるよう呼びかけています。せい、の会食をめぐっては、菅義偉首相が14日夜に東京都銀座のステーキ店で、 自民党の二階俊博幹事長らと八人程度で会食して批判を浴び、十六日に陳謝していました。東京オリンピックの経費は、どんどん膨らみ、一兆六千四百四十億円になった。これにより、東京大会は、オリンピック史上最も経費がかかる大会となった。これはすべて税金だ。あなたの飲みしろも税金から出ている。 その税金を払っている国民が我慢させられているときに、五輪担当大臣はのんきに忘年会ですか大臣としてというより、議員としてモラルが欠如している。